久保です。ここでは、Python の可視化のモジュール、matplotlib について、簡単に説明したいと思います。この資料は、GitHub のページ、こちらに、置いてあります。で、主な目的は、練習問題を通して、Python の、いわゆるデータサイエンスとか、アナリティクスの、基本的な操作、基本的な方法を自分でできるようにするということです。で、普通は matplotlib だともう様々な機能があるので、それを説明しているようなビデオも多いんですけど、ここでは、matplotlib というのは気軽にちょこっとだけ図が見たい時に使うものなので、pandas から直接描画する、細かい設定とかはしないで、ただ単に見るという方法を紹介したいと思います。後で、より高度な、可視化の、モジュール、プロットリーについて説明しますので、ちゃんとした図を出したいときにはそちらを使うことをお勧めします。で、使うのは、pandas なので、pandas モジュールを PD という、別名、エイリアスで読み込んでおきます。pandas については別のビデオがありますので、そちらで、勉強してください。で、matplotlib は、その中のパイプロットというのを PLT という名前、別名で、使うのが標準なので、もう、それに倣って PLT というのを取っておきましょう。で、次の行が、matplotlibinline の前にパーセントがついてますけど、これマジックコマンドといって、これやると、書いた図がこの、JupyterLab の下にすぐに表示されるという、おまじないです。で、最初に使うのは、アイリスのデータですね。アイリスのデータで、ここでは、名前、列名を、シーパラレングス、シーパラリトス、一応英語で、読み込んでおきます。こういうデータ、最初の5つを、このデータフレームを、表示させると、こんな風になっています。で、最初の図は、ヒストグラムという図です。日本語で言うと度数分布表。多分、中学生とか高校生の時に習ってる人も多いとは思うんですけど、今のデータフレームをに対してヒストグラムを表示させるのは、ドットヒスト、ヒストメソッドを使うだけです。引数いろいろあるんですけど、そんなにたくさんは使わずに、ここでは、等価度ですね、アルファというのと、ビンの数、を30に設定して、区分の数ですね、区分の数を、30に設定してやると、今、4つの数値データがありました。シーパルレングス、ウィートス、ペタルレングス、ペタルウィートス。それがそれぞれに対して度数分布表が、表示されています。で、3種類のあやめがあるので、多少、違う分布の和になっているということが分かります。さて、練習問題です。このビデオでは、こういう練習問題をいくつか作ってあるので、自分の手で、コピペするのではなくて、自分の手で考えて、練習するようにしてみてください。次の図です。散布図。これも非常に基本的な図で、度数分布表、ヒストグラムというのは分布を見るためのものなんですが、散布図は2つのものの関係を見たい。だから X と Y を指定するんですね。で、同じようにデータフレームのメソッドでプロットというのがあります。で、プロットのスキャッター。スキャッターというのは、この散布図の英語名のスキャッタープロットの略です。で、2つ指定する必要があるので、X にシーパラレングス、Y にペタルレングスをやると、こういう相関と、クラスが、こっちの2つのクラスは混ざってて、こっちのクラスは離れているということが見て取れると思います。で、問題2つあるのでやってみてください。で、基本的にはデータフレームにこのプロットとやって、ドットと打って、その次に出てくる、いろんな図を表示するだけです。で、こんだけいっぱいあるんですけど、大体雰囲気でわかると思うので、いろいろ出してみて好きな図を選ぶといいかと思います。で、これ面積図ですね。エリアってやると面積図。で、普通の棒グラフはバー、ドットバーです。で、箱ひげ図というのが、分布を大まかに見たいときには割と便利な、機能で、これ真ん中、中央値、25%、75%とかっていうのが見て取れて、外れ値はこういうふうに、見て取れます。これ、よく株価とか見るときに、株価の1日の変化なんか見るときに使われる、ボックスプロットと言います。
で、デンシティプロット。これ、カーネル密度関数というのを表示します。まあ、分布を、ヒストグラムよりは、なんか、直感的にわかるように見せてくれます。で、スキャッタープロットの変形で、ヘックスビンというのは、六角形格子図と呼ばれています。スキャッタープロットと同じように、X と Y を指定すると、まあ、雰囲気濃いところとか、ちょっと見づらいんですけど、さっきと同じのを出してるんですが、これ実は六角形です。六角形は平面を全部覆うことができるので、それで覆ってあげて、たくさんあるところは、まあ、3次元すると見づらいので、たくさんあるところはこう色が濃く、少ないところは色が薄くなるような図です。で、線グラフ、ラインプロットというのもあります。で、先ほどの練習問題で、ポケモンのデータがあったんですけど、まあ、こういうのは、コマンドを覚えるのではなくて、どういう図をどういう感じで出せばいいのかというのをよく考えて可視化をすれば。また後でもそういう方法を教えますけど、まあ、とりあえず自分で考えてやってみてくださいというのが練習問題です。次に、多次元のデータを、描画する、可視化する方法についてちょっと紹介しておきましょう。一応散布図には3次元もあって、まあ一応見れるんですけど、まあ4次元以上になると、まあ、人間の目で見るのはちょっと難しくなると。というので、多次元のデータをどう可視化するかというのは、まあ、いろいろ課題なんですけど、まあ、簡単にできるものとして、平行座標図というのがあります。英語で言うと、パラレルコーディネイツと言います。で、パンダスのプロッティングの中にあるので、それを読んでおきましょう。で、例として、この場合は、3次元のデータですね、をこういうのを作っておきます。まあ、わざと、X というのは0から9まで、増やしていって、Y は、X の2倍なので、これと、まあ、相関があるっていうか、比例関係になって、で、Z はその反対で、反比例関係になっているように、10-X というふうにして、作ったのがこれです。で、まあ、実際にパラレルコーディネートで、この作ったテスト DF というのを、まあ、そのまま入れるだけです。で、これ線の名前を出すために、これ3つ目にダミーと入れてるんですけど、これで書くとこんな図が出てきます。で、X と Y は比例してたので、これ X と Y なので、交差がない。反比例してると交差があるというので、もっともっとたくさん、次元があった時に、とりあえずこれで書いてみて、こう相関が強いものというのは、共線形性といって、例えば、回帰分析とか、後でやる、機械学習をやるときに、ちょっと悪さをするんですね。で、そういうのは外しておいた方がいいので、まあ、そういうのを見るための、図です。もう一つ似たようなもので、アンドリュー曲線、アンドリューカーブというのがあります。まあ、似たような感じなんですけど、さっきと同じ図を書くと、今度は直線ではなくて、まあ、こんな感じですね。こんな感じの図になって出てくる。だからどうしたって話はないんですけど、これで、まあ、たくさんあった時に直感的に多次元のものが見て取れると。まあ、詳しい説明はここではしないんですけど、こういうのを使う手もあります。で、次に、マットプロットリブの図というのは非常にこう、単純でいいんですけど、あまりかっこよくないし、データ分析、データ解析をするには、ちょっとやはりただの図なのでつまらない。で、データ解析用の、にはシーボンというのを使うのが定番です。まあ、基本はマットプロットリブと同じです。マットプロットリブとから作られていて、少し綺麗に書けるようになっているだけです。はい。で、ヒストグラムですね。ヒストグラムは先ほどと同じなんですけど、使うコマンドが違います。で、ちなみにこのシーボンというのは、なぜか知りませんが、SNS という、エイリアスで、やるのが通例なので、ここでも、シーボンを SNS という名前で呼んできています。で、同じアイメのデータを、描画させたいときは、この SNS、シーボンの、ディストプロットですね。ディストリビューションプロットというのを使うとヒストグラムができます。引数はデータフレームです。この場合、スイーパーのレングスだけ、抽出して、この列だけ抽出して、引数はビンとか、この場合20にしてます。で、通常のマットプロットリブと違うのは、まあ、こういう追加で、この場合ラグプロット、ラグって絨毯のことなんですが、
この下にこう実際のそのただの分布ではなくてどこにそのデータがあるのかというのを、プロットしてくれるのがラグプロット。で、さらに、カーネル密度関数を出したいときは KDE というのを true にすると、こういうふうに、いくつかの図を重ねて出してくれます。で、散布図ですね。スキャッタープロットに対応するものは、シーボンではジョイントプロットというのがあります。で、どこが違うかというと、シーボンの SNS のジョイントプロットで、データのところでデータフレームを入れます。で、X と Y はスキャッタープロットと同じように指定します。で、このカインド、種類というところで、いろいろな普通の散布図、回帰分析もしてくれるようなもの、残差を出したりするもの、密度関数付き、さっきの六角形格子とかが出せます。で、普通にスキャッターとやっても、ちゃんとこの上と下、上と横かに、右側に、その度数分布表も出して、実際に回帰分析をするためには、このカインドをレグにしてやると、このように回帰分析をしてくれました。あとは残差を見たいとき、残差というのはこの回帰からのズレですね。誤差を見たいときは、レジデュアルの略でレジトと、残差のことですね、やると、残差プロットが表示されました。次に、今のアイリスデータというのは4つの数値データを含んでいました。それをいっぺんに見たいときには、ペアプロットというのを使います。で、シーボンのペアプロットでデータフレームを入れるだけです。そうすると自動的に4つの数値データ、スイパロレングス、スイパロビドス、ペタルレングスで、それぞれの、関係ですねをこうやってくれる。で、対角線には密度関数を書いてくれる。で、引数の、ヒューっていうのは色調のことです。色調にクラスというのはこの、種類でした。種類を表す列を色調にしてねというと、この3種類の色でアイリスセントーサとアイリスパシカラとアイリスバージニカを分けてくれます。非常に便利な機能です。で、さっき回帰分析のところ、回帰分析も普通に出せますよという話でしたけど、もっともっとその、複数の項目に対していっぺんにこう回帰分析みたいなことをしたいときは、これ、データはチップスデータ、もらえるチップの額をいろいろなその、こういうカテゴリーデータっていうんですけど、で分けて、例えば、日とか時刻、ランチかディナーか喫煙者かどうかで、性別で、そのチップの値がどう変わるか。で、あと支払い額ですね。こっちは連続変数なんですけど、あとは、来た人の人数とかで、どう変わるかっていうのを分析したいとしたときに、こういうのがあります。LM プロットというのがあります。多分リニアモデルだと。リニアモデルプロットで、統計のパッケージのスタッツモデルスというのを使っています。で、実際にやってみると、LM プロットで、データで、そのデータフレーム名、この場合、チップスというデータフレームを入れてます。で、行側に、どういうカテゴリーデータを入れるかというのがこれです。ロー。この場合、スモーカーかどうか、喫煙者かどうかというので分けています。で、あとはコラム。コラムには性別を入れてます。この場合、スモーカーがイエス。スモーカーがイエスで、性別が男性のグループに対して、プロットして、色調は時間です。2種類あって、ランチかディナーですね。で、それぞれに対して回帰分析をして線を引っ張ってくれる。まあ、これがこの1行でできるわけです。なんとなくこれを見ると、どの曜日に行けばチップがたくさんもらえるかとか、ランチがいいか、またはそのグループの性別はどうなのかっていうのが、まあ、いっぺんに見て取れます。で、今ちょっとカテゴリーデータって話したんですけど、カテゴリー別に、集計したいときには、この、カテゴリープロット、キャットプロットというのを使います。で、使い方は、シーボンのキャットプロットで、データはさっきと同じチップスデータです。で、X と Y に、X が日にちですね。で、Y が、チップの額です。で、X というのはこの場合、日付はカテゴリーデータなので4つ、曜日ごとに、
で、縦軸が、チップの額です。高ければ高いほどチップがたくさんもらえる。はい。で、4つの軸に分けて、行側は喫煙者かどうか、列側は性別ですね。で、時間をどうやってるかっていうと、式調にしてます。式調にすると色を変えるだけじゃなくて、これ、右と左で分けてくれます。で、これ右と左に分けるのはこのスプリットという引数でトゥルーにして、種類はこの場合は箱ひげ図じゃなくてバイオリンプロットというのを使ってます。あの密度関数を横にして、縦にしてやるので、まあ箱ひげ図よりは説明力が非常に高い。で、まあこれこういうので、カテゴリーデータがあった時にいっぺんに分析ができるわけです。で、練習問題も準備してありますので、自分でやってみてください。